はい、今日も SC ドーナツの前からお送りしております。今日は撮影で最終日になっております。これがひなこちゃんとローアーズに向かって最終セッションしていこうと思います。やっぱ最後はいい波で終わらせたいので、まあ、ローアーズしかねえなっていう2人の意見になりました。後ほどアップしていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。今日は最終日になります。ついについに終わり、あ、終わりです。プロテインももう終わりでしょ。そう、ちょうど終わります。ちょうど終わりました。ドンピシャス。髪もまだありそうですね。なんか本当は上がる予報だけど、なんか上がってないですね。そう、もしかしたら明日とか、明日っていうか、まあ、帰る日とかかもしれない、ね、落ち込みとかもしかしたら上げてきたら上がるかもしれないね、またでもまあどうなるか分かんないんで、やれる時にやってっていう感じですね。そうですね、はい、今日はちょっと早めに、はい、ちょっともう今日はまたいつも通り気合を入れてローアーズで波取りするしかないんで頑張っていきましょう。はい、頑張ります。はい、はい、というわけで今準備が終わりまして、朝飯2個ゲットしまして、これを持ってローアーズに向かいたいと思います。もう本当ずっと歩いたりとかしてたんですけど、こいつを貸してもらえるようになってから相当楽できて、かなり体力の温存できて助かっております。というわけで今からダッシュで向かいたいと思います。ローアーズ到着です。ではとりあえず後でやらせてもらうので、一旦ウェット落としまして、ひなこちゃんからやっていくと思います。ローアーズ今波来てないんですけど、めちゃくちゃいい波ですね。サイズも上がってて頭オーバーぐらいあるかな。もう40人ぐらいサーフィンしております。来ました、セット。やばいですね、ひなこちゃん。はい、最高の波が、めちゃくちゃいい波。ちょっとたるいけど、っていうか波がいいとこの玉石の距離が遠くなるんだね。すごい引いてますね。アウトも美味しい。1本の波が重要になってきます。30秒ぐらいになると思う。ちゃんとメイクすればインサイドまで。やばいです、はい、というわけでひなこちゃんラストセッション。いや最高です。最後の最終、すごい波、最終日半端ない、大パンプしております。やっぱ予想通り上がりましたね。思ったよりありも上がりましたね。そうっす、波、人もそんなに、そんなにっていうか、なんかメンツ的にはそこまでだけど、みんな板長そうっす。なるほど、はい、どうしますか作戦的には。30分で、はい、レフトからゲットして、はい、なんやかんやでいつもレフトが空いてるから、あ、レフト狙い、レフトで狙うでもライトも乗りたいから。でもサイズあるとき結構ライト余って乗れたりするよね。最初レフト側に座ってみて、あ、ゲストだったらライトも狙いたいと思います。わかりました。はい、じゃあ頑張ってきてください。おーおお、逃げていきました。波良すぎです。今日はさ、すごく引いております。時もかなり透明になっております。サイズは玉オーバーを超えたセットがやってきます。いい波す、こういうのも。黒田選手入水です。ラストセッションかなり遠くからゲットしていきます。手前にはプロショットがあります。誰が撮っています。ひなこちゃん極上でした。さあ本日はめちゃくちゃいい波となっております。見てください、引きで撮りますと A フレームで3人乗っております。ウーフィーも最高に張っております。これは今回一いい波なのか、ファイナルで最高です。わあ、すんげえ人っすね、引きで撮ると。おー、
左綺麗に分かれてきますね。これレフトの方がいいです。ウーフに乗りてー、これはめちゃくちゃいいなんですけど、ずっとボールになっております。おー、まだいけます。おー、いいですね。今日の人数をなんとなくですが数えてみたところ、今のところ50は軽くいますね。多分ここから日が出てくるようになると60、70、今日はもう72オーバーになるような感じが予想されています。波もかなりいいのでトップ選手もやってくるんではないでしょうか。どうでしょう、レースだな、やばいです。フロアーズ満員となっております。めちゃくちゃ賑わってます。みなこちゃん探すのも至難の技になっております。どこにいるんでしょうか、わかりません。さあ大戦争勃発中です。うわ、超いい波っすね。レギュラー見てください。うわ、裏もやばい。最高です。何これ、フロントだったらひたすらターンできますね。うわー、最高。何人こいでんの。ああ、今日は大戦争に打ち勝たなくてはこの極上の波を得ることができません。おお、やばい、人が、波は最高、超いい波、インサイドもめちゃくちゃいい波です。そしてこのミドルの波も、おお、常に3人ぐらい乗ってますね。まっすぐ見て、おお、レギュラーいいっすね。今日は見てください、このピークの水次々と極上の波が来ます。あー、やばいです。だいたい5、6人がパドルをしております。一番釜石の前で誰かの写真を撮っております。アッパーもとんでもない人入っております。めっちゃいい波ですね。人がすごい、うわ、こんな多いの見たことない。めっちゃいい波です。でも見てください、レギュラー、おー、2人で、おー、いっぱい乗ってます。おー、おー、やーばい、おー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 、高いです。上がってきました。インサイドはこんなに距離が遠いのです。ただ左側から上がってくるとツルツルの石があんまりないので滑りづらくなってますが、こちらのですね、こっちの右側ほら普通にしてるの分かりますよね。釜石の上緑色になってるの分かると思うんですけど、かなりツルツルして危険となっております。レナです。乗れてたね、でも波は心が邪魔されてたけど、でも結構多分一番乗ってたと思うよ、今海入ってた人の中で。本当ですか。ああ、本数的にはポテンシャルウェーブ乗ってたと思う。めっちゃいいライト。あれ超もったいなかったね。あれめっちゃインサイドまで張ってくる、もう
9発ぐらい当てれる波だ。あの波に乗れるといいんじゃない、落ち着いて。なんかたまたま人がブワーっていなくなったタイミングで。ポジション良かった。あ、本当ですか。あ、なんかラッキーでした。あの今日のサイクルと合ってんのか。ちょこちょこラインに入ったりとか邪魔はあるけど。そうだ、波にはないです。そうそう、かなり両方、まあ、バックサイドもあの邪魔されたのもあるけど、両方波は普通に乗れそうな方だと思う、完全に。ですか。ああ、じゃあよかったです。ああ、結構まあスローですもんね、来ないと。ああ、全然来ないと思う、今みたいな感じだけど、なんかリズム良かった、かなり乗る本数は。波も取れてるって感じ。あとは決めたいとこですね、しっかり。なんか昨日グリフィンとかイーサン見たから、ああ、なんかもっとラインを深くしないとダメだなと思って。いや、まあ普通にいつも通りやってください。そんな変わらないんです、すぐには。せっかくこういう波だから。そうだ、乗れるようになったらいいんじゃないですか。いきなりやっても合わないと合わないから。結構波とろいからライン変えようとしたら合わなくなっちゃったりするから、普通に乗れたらまず決めることから始めた方がいいんじゃない。はい、ああ、波は乗れてるから。ミドルも全然いいのあるよ、まあ、臨機応変スタイルで大戦争に打ち勝ってきてください。はい、お願いします。ボロボロ距離がまたバナナを、バナナを撮っております。撮っております。逃げてた。ひなこちゃん2ラウンド目です。波が良すぎてかなり興奮気味でした。僕もやりたいです。さあ、とんでもないセットが入ってきそうな雰囲気が出てきました。結構寝てますね。一気に人が動きそうな気がします。すげえ人。パドルするとき見ててください。すごい人数混むんじゃないですか。あでも取ったのは結局2人。いい波ですね、この人やった。あー、いい波。ほら見てください、三角形ですね。バックサイド上手い人結構いますね。この人数やばいでしょ、ラインナップ。何人いるの。立派じゃない。おー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 おお、まあ、ここは前乗りが結構普通になっちゃってる。波がいいんで、前乗りされてもこうやってずっと後からロングライドもできたりするんで、いいっすね。さあ、この中だけで何人いるんでしょうか。カメラの位置を動かしていませんが、まあ、40人はいるかなっていう感じですね。なんか海外のウェットスーツは黒が人気になっております。そして一人だけこの正面に裸の方が入っております。水は冷たいので僕はジャーフルです。さすが海外です。カリフォルニアは違います。乗ってきました。すでに乗っております。これちょっと早いかな。オレグラ、あ、早いけどここから乗ってたらめちゃくちゃいい波。いい波だな。ジブちゃんとついた眺めです。おー、最高っすね。まだ乗ってきます。いい波乗ったらぶちゃん上がっていきました。こんなん乗って上がってこれたら最高っすね。ちょっとスローになりましたね。波が来たら来るんですけど、来ない時はこんな感じでみんな波待ちして固まっております。うわー、あーやばい。こちらも大戦争となっております。できますね。振り越しのプロで
荒れております。取れてるんで左にいた方が有利なのかな。割れちゃいそうっすね。この人めっちゃいいの乗った。これやばいっすね。これ多分近代の岸まで乗れます、ね、裏も良さそうっすね。当ててます。そして裏今回のカリフォルニア1のパドリングしてた、うん、はい、あんぐらい漕いでくんないとやっぱその感じで上がってきてくれると俺は嬉しいです。鳥があるっす。最後上がる時もこんなになってるしんどい。なんかスローな時超スローだけど来るとパーンってスイッチ入って一気に来んね、うん、オーバーヘッドぐらいのセットが。なんか人なんかこのラウンドは結構落ちあったかも。ね、グーフィー結構もう最終日だから攻めたアプローチしてたけど、いやもう私の波だって思っていたけど無理だった。てかもう3人がもう、うん、しかもホレホレのところで抵抗しててあれは結構危なかった。まあいいっすね。ああいうガッツが必要っすよね。ローはガッツないと乗れないんで、うん、ああなんかくるってしたくなくて、ああでもくるってされるから、ああそうなんだよね。中にヒュッて入ってくるからね、やつらもうさ油断してると気づいたらさ中入るから、だから私もくるってしてやる。ああもうとりあえずさ立ってみて乗れそうなら乗っちゃった方がいいかも。さっきみたいにでワンチャンそれで突っ込もうとしたらバーンって消えていく人とかもいるから、もうローはもう戦場だから。増えました。いやなんかねちょっとそう手前になってきたから波数がちょっと減ってる時多くなってきて密集してきてるから。でもインサイドもなんかダブルアップしてる小ぶりのやつとか結構良さそう。レギュラーずっと乗れるのある。あそうそうこういうのとかは結構余ってるから奥からビハインドから行けると結構いいのにある。ビハインドに追いかけて、あそうっていう感じで乗れたらいいと思います。頑張ってください。ラストラウンド、あやばい。お3人テイクオフ。フーフィーも良さそうです。外してます。やばい下に乗ってきました。今いいです。今がこんな雨になります。密集してきたんで乗れるかどうかですね。今めっちゃいいです。ちょっと風入ってきたんですけどルーフィーもレギュラーもできそうです。続きビークは意気込みです。アクラジョンソン来ました。ハワイぶりです。板流してる人もいます。意識切れちゃったんでしょうか。うわーやばいです。おーやばい避けながら乗っております。
中サーファーレアです。さくらちゃんはハワイの大学の若手です。しかも10歳になったのかな、結構前に13歳ぐらいの時に一緒にハワイでトレーニングをやってたんですけど、めちゃくちゃ上手くなってて、特にフロントサイドはめちゃくちゃ上手いんで、やばいです。多分 CT に行くんじゃないでしょうか。さあ、もう多分ピーク5分ぐらいですね。さらに2分入ったら今すごい人数入っていったので楽勝で60人を突破したのではないでしょうか。さらに今この陸から撮ってるところに 4,5 人入ろうとしてる人がいるんで、70人ぐらいなんのかな。ここのトピーク優先ですよね。これ今この4人は手前にないと、これもうこのピークにいる人たちが一番優先権を持っている。特にこのお気に入り人たちがかなり有利となっております。インサイドは戦争です。さあ、ルックゼット乗ってきました。すでに漕いでおります。そしてこれ手前は下っております。めっちゃいい波です。結構手前はスープの量が重くてグラウド疲れます。この人だけ最高の波を堪能しております。おお、チューブ抜けて、おお、岸から歓声が上がっております。おお、バトル起こってます。一本すぎてターン切れないっすね、これ。超ビッグセット来ました。あー、本当にめっちゃいい波。あー、やばいです、これ。スーパービッグセット来ました。グレメンテボーイズとブロディ君が来ました。グリフィンが来ました。これでピークは乗れなくなります。多分僕の5月次サーフィンするんですけど、この後入るんですけど、多分僕の動画は多分乗れなくなると思います。
疲れ様です。戦争が終わりましたね。やばかったね。今日は頑張って戦ったと思う。結構いいライト乗れたんじゃない？2本ぐらい。なんか臨死引っ張られてまっすぐダダダダって行ってた。マジで？あ、そうだったの。ねえ、前にも人いて、前の人の前通過しながらパドルしてみたいな。やばいめちゃくちゃ。まあでももう、いいポジション取れてたね、今日は。なんか全体的にちょっと、結構ファイズだったんで、ああちょっとアウトよりミドルぐらいで、ああちょっと手前で待ってたのがなんか作戦成功だったかも。でもなんか、戦おうと思って、今日は。ああ、最終最後だから今日は一番戦ったと思う。戦いに戦闘モードに入らないと。戦闘モードに入ってたんだ。もう絶対に乗れないから。いいタイミングで入ったんだ。今グリフィンとか来て、もう俺のラウンドは多分絶望的に波が余らないと思うわ。波がめっちゃいいね。でも来たら最高です。はい、よかった乗れたんだ最後。結構悔いないです。はい、よかったです。はい、はい、というわけでひなこちゃんコーチングファイナルデーセッションでした。はい、最終日はどうでしたか？最終日はもう最後に波上がって、はい、最高の波で、人はもうまあ最高にすごかったんですけど、全部が最高にすごかったってね。けど今日は私も戦闘モードに入って、はいはい、結構波もまあ人多い中、はい、限られた時間の中でポテンシャルウェーブなんか乗れたので、うん、よかったかな。いい刺激もらえましたね。まあ、あんぐらいパドルしてくれると、あんだけパドルしないとダメなんですよね。すごい、いや、なんか闘争心を感じれました。戦闘モード、黒川ひな子モードが感じられました。最終日にしてやっと最終日にして感じられました。そして後ろにはイーサン・ユーイングが海に入っていきます。なんかイーサンや。やはりイーサンでした。というわけで今海は CT オンパレードと、あとさくらちゃんとか、まあ、QS 選手もごった返してる中、ちょっと僕はこの次の動画でやっていきたいと思うんで、はい、ぜひチェックしてください。というわけで終わりにしたいと思います。いつも見ていただいた方ありがとうございました。この動画が良かった方はチャンネル登録といいねボタンをお願いします。はい、ありがとうございました。